サラブレッド4歳重賞レーススタートしました。距離2100メートルです。この旭川の競馬場ダートコース2100メートル3番のクラシャトルがいいダッシュを見せました。3番のクラシャトルが先手を取って先頭に立ちました。外の方からこれを追って6番の菅野王子とそのうちに並ぶ体勢で4番の南グレードです。菅野王子が2番手に上がりまして最初のコーナー3コーナーカーブです。3番のクラッシャトルが先手を取りました。菅野王子が2番手につけました。その差が約2馬身400を切って今4コーナーのカーブにかかっていきます。さあ400の標識を通過して最初の第4コーナーカーブから1周目のスタンドバイの直線にこれからかかっていきます。あとは1段となっています。中をついては1番のクリスタルオート、外の方に並んで宅建流、後方は5番の倉玉を4番の南グレートか。さあスタンドバイの中央を通過していきます。クラシャトルが先手を取りました。牝馬のクラシャトルが先手を取りまして今ゴール番前を通過、あと1周です。クリスタルオートが2番手につけました。菅野王子はやや内を通って3番手の位置であります。この3強の後ろ約3馬身から4馬身の差がありまして、2番の宅建流4番手、その外に5番の倉玉王が並び、最後方に下がって4番の南グレートの体勢です。ゆっくりとした流れで2コーナーから向こう上面1000メートル標識を今通過して向こう上面直線走路に出ていきます。さあ逃げる3番のクラシャトル、これに体半分差に1番のクリスタルオートが詰め寄ってきました。その後は2馬身の間隔が空きまして6番の菅野王子が3番手をぴったりとキープしています。これから5馬身差、内に2番の宅建流倉玉王が外に並び、後方最後方は南グレートの体勢、向こう上面中央にかかっていきました。さあ依然としてクラシャトル、体半分差クリスタルオートの2番手変わっていません。そして3番手2馬身差で菅野王子、600を切って後方の確保も接近してきました。倉田坊がぐんと接近、さらには4番の南グレート、最後方に宅建流が下がって、さあ400勝負どころです。さあ400で標識にかかってきました。さあクラシャトル、クラシャトルにクリスタルオートが並んできた。あとは2馬身3馬身と差が開いて菅野王子が依然インコースで3番手の位置をキープしています。さあ第4コーナーカーブから直線、さあ3頭が並んできました。これは接戦だ。1番のクリスタルオートかクラシャトルか、内からは菅野王子もやってきた。あとゴールまで 100m、 大接戦。クラシャトル、クラシャトルが突き放した、クラシャトルが突き放した。1番のクリスタルオート2番手、内から菅野王子、内から菅野王子、クラシャトル1着今ゴールイン。牝馬のクラシャトル